さあお願いします。お願いします。4本目ですね今日撮ってるのはそうですね。もう奈良淳の体力もそろそろ限界に近づいてきていますんで、はい、最後しっかりトップ取ってね終わりましょう。はい、トンポ戦よろしくお願いします。いいの、まあ、明日は何時起き？明日5時半起きですで今撮ってるのがもうね12時。いやでもここでしっかりとねこう、うん、ねジャンダマでこう4人打ちに頭を切り替えていくことによって、ね、明日のはい関西最強戦関西プロ予選、うん、いやもうこれマジで買ってきてほしいけどね。56分の3ね。うん、こういう人が勝つんだよっていうマージャン今日ね打っていただきたい、うん、さあトンプー戦今日4回目。体力も限界か。うん、今日だって麻雀だけで何回打ってるの？おおどうなんだ？どうですか？そうメンツないのか。単位を仕掛けていく。先天。一二三。こういうのさでもなんかメンツでというよりかは、うん、なんか単位落ちといがありえるよね。単位落ちとい。まあでもチートイツあんまりこう。でも単位落ちといってさ、うん、メンタンチートイウララでドラ一個もないのに跳ね間になるんだよ。ずるいね。あいつ表ドラねえなとか思ってさ、うん、押したらさこれどうしようかな。ちょっとこうしてみる。おどう思う。僕はローソーパーソーとかでほぐすかな。え、あローソーパーソーなんて選択肢なかった、うん、ローソーパーソーだね。やっぱ奥チートイツがあるんだろうね。僕はやっぱりこのリーチ打ちたい人だから、うん、ちょっとドラ切ってみた。このドラはいやこれさ、うん、なんかなんていうの幻影に怯えるっていうのは分かんないけどさ、うん、これドラ泣かれなかったらあんまり怯えなくていいじゃん、うん、ドラ泣かれたら徹底的に怯えたらいいじゃん、うん、でもドラ抱えててさ統一で持たれてるかもってなんか何怯えてんだって感じじゃない。まあ確かに答え出るもんね怯えるべきか。そう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 。ほらあそこイスソ払うかあそこイスソ払うか感がやっぱりね周りからも出てます、うん、まあでもほらタイヤを仕掛けるんだったらさね、うん、なんか別に悪くない感じでしょ。あ悪くない形ローソーパーソーを叩いてスーチーワンとかでねこれさ、うん、ローピン泣くの。ローピン泣くローピン来た。さっきの形でさローピン引く前でさ、うん、カンチーソーチーテンだったら泣きたいがためにスーチーマンを先に泣くっていうのがあるんですよ。何を言ってるんだねえいいかその話今度で、うん、すごい今すごいね難しいこと言ってるいやこれ仮に、うん、まあまあこの形だとさ、うん、マンズの56がなくてさ、うん、ローソーがあるとするじゃん、うん、ね、うん、カンチーソーチーして、うんイーシャンテンだったらすぐチーソー打たれて上がれないじゃん、うん、でもここローソーでカンチーソーチーでカンチーソーのチーテンが取れるんだったら泣くから、うん、泣きたいから先に両面の方も泣いとくみたいな。あいやまあチーソーでチーソーチーしてチーソーのテンパ入れるために先に両面泣いとくってこと。そういうことよ。それの発想はないよね。うん、だいたいこの話をすると拒絶される、うんうんまあ、どう今視聴者の人でもほとんど何言ってんだって。そうそうそうでもやっぱカンチーソーチーしてカンチーソーって盲点だからさ、うん、結構すぐチーソーパンって打たれるんだよ、うん、だからカンチーソーチーしてイーシャンテンだったら、うん、当たりにしたいのに先に打たれるからダメじゃん、うん、だから先にもう一つの2段目の方を泣いといて6688でチーソーチーして、うん、そのチーソー捕まえる的なさ、うん、すごい攻撃的でもある感じがするかな。うんうん、なかなかその形で置いとかんもんね、うん、結構ね決まるんだよ。分かる分かるわーっていう人おるんかな分かるわ、うん、俺もやるよーっていう人ね、うん、なんかでも最初の方にさやっぱり両面チーしてさなんか自敗のバックでどっちから泣いても一緒じゃんっていうやつはやっぱりこうあったもんね。あれもどうなったの結局2000点感知数上がる感知数上がってる感知数上がってる。さあトンパッチトップ目
この仕掛けにチーソーで打って2000とは思わんよね。赤ゴロチで、こういうのこそさ、リーチして6000オールとか言いたいよね。これ6000オール。でもほらこういうの豚南戦だったらさ、もうまあ面前手順だよ。豚南戦だったら。豚風戦これ仕掛けるよね。いやでも仕掛けないよ今。これ仕掛けないんだ。これ仕掛けないっす。これはね、だってほら、まあ仮に仕掛けるとしたらさ、数万とか数層とかローソーでしょ、その後なんかよくわかんないことになるからさ、それだったら面前で行った方がいいんじゃないっていう、こうなるとちょっとわかんないよね。ただね、チーして早くなってんのかっていうとこあるよね。面前が一番なんか答えが柔軟だよね。関数層チーしてさ、なんか嘘か重なってたのにみたいなのが嬉しくないかな。んですか、分からんよ。こうなるね。この人こうなったらもう仕掛けを意識した。3ピン切りますか、うん、こうなったら困るやね。数は泣くでしょ、こうなったら。え、数万、うんうん、数万どうなの。もう嘘を頭になるイメージ。数万ってどうなの。数万ってどうよ。数万2、3、4、2差しでさらして、ガチです。数万、数層の方が泣きたいかな。マジ、もう嘘使い切りたいなっていうのがあるから。いや嘘使えるじゃん、感動層で。なんかね、そうね、ドラのカンちゃんちょっとこうなるとウーパーを、そうだね、ウーパーもなくたいね、こういう感じになるよ ね、 ね、もうぼちぼちぐらいは、1枚ぐらいはトップ目ですかね。そうっすね。うわこれはね、ちょっと目いっぱいいきましたか。勝負手だからね、ドラ2枚でね。なんかチーソーポンとかもできそうですね。もう全部仕掛ける。あー、いいやつ来たー。勝ったチーソー統一落としなくて。一瞬目いっぱいに考えてよかったね。まあこのこれ上がったらだいぶ楽になるからね、仮に仕掛けて上がったとしても。残酷でもね。うわタンヤをドラヨン。これ上がったらだいぶ。これ明日期待できますね。仕上がってきたんじゃないですか。調整、いい調整で明日迎えられますか。迎えられるんじゃない。でもなんかトップ取るとさ、うん、トップのストック1個使ったなって思うんだよね。一回出しておく。いや思わない、それあれやんか、この前さ俺が大会前にさ、バギメでさずっとトン引かない練習してた。そうそうそういうことよ。なんかさ、2着3着ぐらいで迎える方がなんか、気持ち的にはいいよね。よし刺さりに行こう。ラス、まあでもラスばっかりも、なんですかこれ、ラスばっかりもね、おトップのストック貯めたかって思うんだけどさ、3連勝とか4連勝した後になんか大会ってさ、俺そっちの方がなんか、え、そうなん、今切ってるぜみたいな。じゃあだって大会ってね、まあ4ハンちゃんの試合だったら僕4連勝しようと思ってるんだよ、でもなんか4連勝とか5連勝してから迎えるとさ、いや8連勝とか9連勝ってあんまりやったことないじゃんってなるでしょ。そう、いや僕はこういう男が5連勝するんだなって思いながら、そう行くけどね。5連勝やっちゃうぞって思うの。やっちゃうぞって思う。
仕上がってんぞと、誰も止められないぞっていう状態で、いやストック枯らしてんだけどなって思う。じゃこれトップ取ったらもう一本取る。それもあり、調整のために連勝し続けたら、うん、明日もうあれだよ、朝来るよ。朝来るよこれ、うん、なんかさ、まあ、でもちょっと寝、ちょっと寝てないぐらいで行くぐらいのこと勝つんじゃない、まあ、バスの中で寝るけどね、うん、これなんか関連層も関ローマもさ、うん、悪くないよね、うん、そうね、どっちも悪くない。ちょっとロー層は、ロー級層5枚持ちはちょっと、そうっすね、5枚持ち倍1トップ目だし、ここは先切り。はい、カンローマンリーチします、うん、ドラは見えてない。そうだね、ドラどこだろうね。ボンニャ、仕掛けが入っていく、バッテリーも少なくなっていく。そうドラね、ドラね、ドラ、なんかこうまともなことを言うとさ、うん、まあ、対面が1枚持ってるとか、うん、まあでも統一対面そうだよな、あり得るよね。いい形な、受け入れ枚装の対象で出るか、ウーマン短期、あれなんですかこれは、難しいっすね。計算個としいや、救走案ことするんだったら、ロースを切ります。難しい。地層押せるのか。チュン。マンズ触りづらいね。硬い。そうだね。あれこっちが統一なんだ。トントイツーパー、はい、続きましてトン3曲ラス前、ウーアン刺さってたらギャーだったね。ギャーやったね。ちょっといかないよね、いかないか、疲れている。しかもなんか、うん、あれだね、ローマン2枚使ってなかったっけ今、うん、カンローマンいいのにとか言ってて負けるやつやね。そうやな。3456779どうなんだろう、やっぱりなんかこうなんかあれだね、うん、ドラ受けあるけどさ、うんうん、あんまりリーチ打ちたくないし、キューピー残しててもって感じだよね、うん、安牌持ってた方がいいよね。そうね、やっぱここは奈良市っぽくこの展望持ってたらね、しっかりと安全運転を見せつけましょう、うんうんうん、そしてまくられましょう確かに、うん、そして2着ぐらいが明日の調査、ああいいかもしれない、いいシナリオですよこれ、うん、安全運転をね見たいっていう人もぼちぼち出てきてるよ。そうっす、ちょっと全力でトップ取りに行きますこれトップの取り方知ってる？あ、むちゃくちゃ上がればいい。いやいや、あと2回だけ上がったらいいんだよ。あー、おやりきた。おやりはやってない。まあでもほら、おやり対策できてるからさ。うん。現物は何枚？めちゃくちゃある。びっくりするぐらいある。安全運転。ちょっとマージャンはもう1、2、3。降りることの方が多いんだから、降り方上手い人が強い。まあそうなんだよね、うん、お、いい街、いいシャンテン、うん、まあだってほら4回に3回はさ上がれないんだから、うん、こういうのもね結構やっぱこう僕は他のあれ、お、行かない、最近ね他のね配信の人とかも見るようになるけれども、うんうん、一番硬いよ嘘、うん、かな、うん、
まあ、トンプー戦っていうので展望を持ってる状況っていうね、うん、そういう条件だからっていうのもあるかもしれないけど、うん、硬い硬いね。かといってさ、うん、かといってでしょ、これどうするのこれ。面前で倒す。ロン面前イソ、ね、まあイソぐらいは切ろうと思ってますよ。これウソ落ちしてバースト短期どう？ウソ落ちのバースト短期。あ、こういうのやってみる、うん？こういうの全然ありだと思うんだよね。おお。ぐわー。うわ。逆。逆。ちゃうんかい。イーマン。イーマン。イーマンちょっとやってないっすね。うん、何がしたいんだよ。一巡だけ切ってよパーソー。パーソー切ってよ。さっき通ったじゃんパーソー。あの一巡だけだったね勝負は。まあ、でもこんなイーワン振った面もね、うん、ほらイーワンダブロトリロンだよ。ねえ、うん、タブですごいね。トリパーソーチーしてね、トリックね、サーカスプレー仕掛けて当たり牌の岩しっかり持ってくる、これが今の良かったね。良かったね。トリロンだよ今。トリプルロンだ。さあ行っちゃうか。行っちゃうか。何種だよ。うん、まあ、ね、今のでも一巡だけだったね、うん、あの一巡でパーソー切ってくれたらね、ああいうの結構炸裂するんだよね。刺したことない。いやもうまあそういう仕掛けしないからちょっとあのほらあのパ、うん、あれがパーソー統一落としのパターンもあるし、そうね、選択肢にやっぱりこう、うん、でもやっぱね、やっぱ発想と柔軟性がやっぱマージャーね。あれね、いや、やっぱどっちかというとウーソーチーしてパースト単位の方が良かったね、あれ。国車いっぱい来るよ。ん？入ってるっつったんで。入ってハッシュだよ。確か。これね、どうしようかな。お、うん、ん？これさ、うん、これラス回避する方法知ってます？ずっと降りとく。違う、これラス回避するのとさ、うん、トップ取りに行くので違うんすよ。あれ、うん、あの仕掛け薬杯バックなんだよこの、うん、スーチーマンチーって、うん、だからまあチューン切ってあげて、うん、一極消化するのがラス回避なんですよ。はい、わかります。トップ取りに行くんだったらチューン絞る、これが違いなんだよね。へー、ちょっとじゃあラス回避みたいかな。うん、うん、じゃああのこうしようか、うんうん、ドラポンさせてチューン絞る。チューン泣かれないし。チューン泣かれない。ふかしたかもしれん。本当だね、うん、どう。あ、でもあれありえるよね、あのドラシャボだったとか。あでドカーンみたいな。なんか太陽っぽくないんだよねこの仕掛け。なんで。いやなんか、うん、なんとなく、うん、まあでも太陽なのか、うん、薬杯何が出てない。え、薬杯全部出た。これさ、こやりきたきつい。さあ、リーチちゃん。ラスメのリーチ。うちには守備の要がいますよ。なんていうね。うん。さっき中盤から、うん、ここは打たないっていう。まあ、打ち
とですね。刺激的ですね。きついよね、まあ、こういうとこでさ、うん、放獣回避するのがあれですよ。長く言ってば、うん、こういう局面が成績を置き換えてくる。粘いからね。降りるね、楽しさを覚えていただきたい。楽しくはない。降りるの楽しい。降りるの楽しい。とはならないっしょ。よくわかるな。1位で降りると、あ、うん、白が2枚枯れだった。降りるとさ、うん、降り打ちするからね。いいシャンテン取る。麻雀でやってはいけない。いや、まあ別にやっていいよ。折り打ちやっていい。うん、折り打ちなんて恥ずかしくないよ。うわ、名言出た。お、ウーパーピンヒーター先輩。ウーパーピン親もなんかそんな言ってないんだよね。ほっといてもなんか親落ちそうだよね。うん、しっかり折りたい。おお、いや、これちょっとやってないですね。天杯取らず。これでさ、うん、天杯量でなんか着アップとかさ、うん、そういうんだったらまあ取るかな。天杯ウーピン短期3万チートヌイシャンって 3つ中2つ当たるじゃん。はあ、2人はい持ってるわ。うわ、何これ。パーソー和紙でダメージです。詳しく。いや、あの M と W っていうだけです。いや、トンラス、オーラスです。オーラス、うん、しかもこの点差、どうするの。もうこれ毎回カンって出るのがあれだよね、うん、しよう、カン。いや、切る、切ろうかな。展望状況がどんな感じですか。見てないの、うん、900点差トップ目です。おい、お、どう、これどうしますか。マンズですか、やっぱり。こういきます。じゃあ、うん、チーマン切ってあげるはやりすぎだからね。これはむずいね。むずいね。難しいや。切っちゃい、はあ、シーソーに持ってきて超いい老朽層とか。うん、何これ、3枚目か、シビノかな。69万は黙ります、うん、上がれない方出ちゃうよ。もうしょうがない、うん、泣いて。バレる、うん、チラ見したバレたんちゃう。今テンパったでしょ。今テンパったでしょ、チラ見し。そうだね、うん、まあね、絶対安排の何切ってきてるからね。これで6球層リーチだ。6球層はリーチだ。しない、しないね。リーチボ出したら2着も落ちるんだよね。しない。何ですかこれは。これちょっとやめよっかな。おお、ここでテンパイ外す。なんかスーチーマン、うん、
嫌じゃない？うわぁ、ローアンチーはしますね。受けてるんだけど、ローアンチーというよりも、うん、やっぱチーマンチーがいいかな。あら、あいたたた、あいたたた、あー、チラ見された教えてくれてたの、逆に。そっか、うん、テンパったの。いや、テンパ、そうだね。まあでもこれでいいやか、奈良理論としては。トップ取ってから大会来るよ、うん、やだな、これで行くの。トップだったらトップだよね。そうだよね、あれなわけですから。おうおう、まあこう、ま、ちょっとまくられるぐらいがちょうどいいか。ちょうどいいよ、明日の、明日のね。そうっすね、わかりました。はい、ということで、なんか反省ある？ない、ない。じゃあ大会頑張ってきてください。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。 See you next day. じゃねばい、じゃねばい。